韓国ソウル、地下鉄フェギ駅。着いた着いた。今日行くところはこっちか。よし。壁には夏、サマー。俺夏好きやで。暑なっても倒れんようにせなあかん。そのための今日や。おん、こんなところでひっそりと綺麗なバラ。虫の気持ちがわかる気がする。あたり一面ええ匂い。こっちやと思うねんけど。はあ、なんやここは。パジョン、パジョン、パジョン、ワンパジョン。パジョン屋さんばっかり。どういうこと。こっちもあっちも。フェギ駅、パジョン通り。だからか、夜とか雨降った日はここえらいにぎわってんやろな。でも今日はここやない。今日は我慢してあっちや。ん、小敵隊隊長。太鼓のリズムに乗って俺も前進。1、2、1。ん、なんやあれ。中世の城壁みたいなあんねんけど。キョンヒ大学大学院。キョンヒ大学、ここ。若さの息吹につられて体が吸い込まれた。キョンヒ大学は韓国の歴代の大統領をはじめアーティストや俳優さんなどもたくさん輩出している名門大学。こうやって歩いてると少し場違いな気もするけど、基本的には何か新しいことを学ぶのは好きな方やから、なんかこれだけでワクワクしてくる。ずっと歩いてたらなんかセイントセイヤみたいなとこに出てきた。講義終わって次の講義まで誰ともつるまず、一匹狼が一番かっこええとか思ってた。あ、ご飯。狼も飯食わんとくたばるわ。一匹狼さようなら。ここを曲がったらもうすぐや。着いた。早くもっこし。開放的な入り口を通って入店です。苔、苔。ビルの壁面にも苔国交。壁に直接書かれたこちらのメニュー、基本的にはタッカンマリのみである。こちらも壁に書かれた作られる過程、手が込んでることはよう分かった。期待が膨らむ。한번닦아말해요그거지니까요예그리고소주는뭐있어요소주원하시는건다있어요진로있어요예예진로주세요네주문완료したと思ったら日本語でのポスター。 NHK で放送されてたみたいやけど、だからかテレビ見てきたんですかって聞かれた。俺ソウルに住んでる日本人やから見れませんね。そんなこと思ってる間に準備してくれたおかずは青ネギのキムチ。いやちょっと待って、ビジュアル最高やん。そしてペッキムチ、ニラがたくさん入ったソース。なんか全てが健康的。ねえねえ、どうしたんだ。来た、昔の恋人に会ったような気分。そんなあなたをローリング。俺を健康に導いてくれ。この完璧な一連の流れ、幸先ええやん。お、少しだけ凍ってるな。暑い日には最高の一杯目。学生街、カムサハムニダ、スダチドリ。ありがとうございます。社長も流れるようなリズムで料理を持ってきてくれました。このスープの色も気になるところやけど、まずはお肉を掴んでいく。すんばらしい。お肉にスープの色が染みついてますやん。握力ゼロでも簡単にほぐれる。
すぐに口に入れたいのを我慢してフーフーをする。そこからの一口。漢方の温泉に浸かった鳥は俺を医者知らずにするつもりか。骨がスルスル取れるぐらい柔らかいこの鶏肉、その肉の中にしっかりと染みついてる漢方の匂い、かといって苦さなど全く嫌な感じはしない。こんなたっかんまり初めて食べた。もっと漢方を欲してしまう。俺も鳥になってそこに入りたい。大きな肉を頬張っても柔らかさが勝つ。すぐさま手が伸びる。次は一緒に出してくれた塩をちょっとつけてみる。塩をつけると鶏肉に輪郭をつけ始める。これはこれでまたうまい。ここで登場俺の右腕。さあダイビング。この色。一口飲んで2秒ほど止まった。12種類の漢方の材料が入ってるらしいねんけども、そんなんどうでもええ。うまい。このビッグウェーブに乗ってもう一つ。もう食べんでもええわ。うまいもん絶対。うせやけど食べるけど。鶏肉の数倍はあるかのような歯ごたえのシャキシャキ感。最初の一皿はサービスでくれんねんけど、追加は注文せなあかん。いやそうやて、そうせなあかんて。そのネギの香りが残るうちにスープも入れる。こういうのは切らん方が美味しかったりすんねんけど、肉に乗せたい。影の俺の右腕、見るだけでわかるこの肉の柔らかさ。意思に反して分解する。色鮮やかな大量のニラも、そして切ったばかりの青ネギのキムチを指定席だと言わんばかりに乗せていく。乗せた途端フォークリフトを運転中。それを大きく一口、自分の耳にも聞こえるネギを噛む音、そこに漢方をしっかり吸ったニラと鶏肉。今日で寿命が5年伸びるわ。焼酎なしでは語れない。これは何や、お餅。長い長い長い。カレとかそのまま入ってた。これも漢方によう染み込んどるやないか。ほんまは切ったりすんやろうけど、そのままパクリ。顎がなくても食べれる柔らかさ。ちょっと待って、これもめっちゃうまいねんけど。だから吸う、また吸う、最後まで吸う。箸休めというよりは口休めでペッキムチ。俺の裏の右腕も黙ってはいられへんみたい。少しだけ切っていこう。任務失敗。部下の失敗は俺の失敗や。責任持って食べていく。またお肉を取っていく。そうや、これもあった。ニラとヤンニョムをしっかりと混ぜていく。ここここ最終目的地。出来上がったニラソースを、あ、なかったことにしてもう一度。まあ、ちょっと落ちてるし。お鍋の中に入ってるニラとは違って生やから青みがふっと鼻に抜ける。ワンモアプリーズ。もう俺の右腕は全員解雇や。直接手で掴んでいく。一つのお鍋でいろんな食べ方をさせてくれる。感謝の気持ちで最後の最後までかぶりつく。そしてやっぱりこのスープ、温泉のように使ってやりたい。一口、そしてもう一口。2+1。肉、ニラ、ネギキムチ、スープ。ん？ゴールデンタッカンマリコースを堪能してたら発見した。ミニオタマ。昔韓国に台湾の友達が来た時言ってたことを思い出した。もっといっぱいスープ飲みたいのにスプーンちっちゃいって。まさに今の俺がそれ。あかん、やっぱり止まらん。いっぱい飲んで2杯目も飲む。結局もう一度2+1。これなんや、じゃがいもも入ってた。ホクホクとしたじゃがいもを堪能し、またスープを飲み、自然の摂理を感じてしまう。食べたらなくなる。
救えるのはニラのみ。嫌だ。韓国酢の花なんだよ。韓国酢だね。パッキンちゃんのどう締めの一品と青ネギキムチなくなってたから追加注文。麺を入れスープも追加してくれる。ん？麺が白くない？聞いてみたらこちらのカルグクスは黒米で作られたカルグクスらしい。俺これ以上健康的になってええの？にしてもどれぐらい煮込んだらええんやろ。待ってる間に追加のネギキムチを切っていこう。熱い！鍋から直接腕に湯気がかかってるからなかなかええ感じになってきたんちゃいます？どや、ちょっと味見。あ、ええやん、これ。熱々の麺をしっかりとお皿に入れていく。ひとすすり。麺がもちもちしててうまい。やっぱりダイソン並みの吸引力で平らげていく。麺まで困難されたら寿命尽きるまで何回来なあかんねん。ただ締めには最高。今度はあらかじめ細かく切っといた青ネギのキムチ。あなたにロックオン。もちもちした麺と青ネギの新鮮さが絡まっていく。そしてやっぱりスープ。お皿からでも一口、二口、2+1。これ、こうしようって狙ってたわけでもないのに自然にできてるところが怖い。麺は自分の視覚からなくなるまでは止まらない。やっぱりネギキムチ頼んどいてよかった。最後の最後の最後の一本まで。すするすする。いやー、ほんまにええ締め。焼酎もそろそろ最後の一杯ぐらいか。ここも最後の最後の一滴まで。本日最後の一杯。やっぱりスープでおしまい。学生街フェギ駅にある漢方タッカンマリのお店。見てるだけ、食べてるだけで健康的になった気がする。いや、気がするやなくてなってるはず。うまかったわ。お？ジーザスラブユー。本当に申し訳ない。今日は俺はチキンラブユーや。鳥年やから。チャルモゴスミダー。